中国の最先端技術についてお話を伺ってまいります。もうちょっと言わなくていいですか？<laughs> 内容これが今日の内容です。よろしいですか？文字が多いのでね、ちょっと皆さんに読んでいただいた方がいいかなと。でゲストをご紹介します。多摩大学大学院教授の国分俊文さんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。はいえー、ざっくりと伺います、ね。が<ー>中国のこの最先端技術というのは。 いいつつ頃早ければアメリカに追まあの当然タイミングの読みというのはいろいろあるんですけれども、はい、あの特にデジタル技術を活用したサイバーセキュリティをてこにした安全保障のパワーゲームをこう変えていく構図がこう、まあ、見えてくるのが早い方ですと、うんはい、2020年代のもう中盤とか。 にはもうなってくる可能性があるんじゃないかっていうふうにおっしゃってる方もいます。あと2年ぐらい。いや、えっと2020年代中盤ですか。まあ 5, 5年とか6年とか。あ、2020年代？<や>ええ、2020年代。20年はい。はい。2, <に>、はい、2> 0年ではなくて。はい。20年ではないです。<laughs> <laughs> なるほど。わ、はい、かりました。であの実際ちょっと記事もあるんですね。こちらご覧いただきましょう。はい、ハイテク分野で米中がしのぎを削っていることが見て取れます。 えー、国分さんあのまあ、今のまあ貿易戦争と言われている状態を作っている、うん、あのまさにまあ状況そのもののまあ要因になっていると思うんですけれども、はい、実はあの私はですねあの今年の1月末からあの2月にかけてペンタゴンであのいろんなその安全保障の関係者とですね協議をまあしていたんですがまずやっぱりそのアメリカが非常に重視しているのは、うん デジタル化によって安全保障の,その軍事力のですね前提条件の強みの構造が大きく変化している中でそれをあの加速度的に中国が総合的な力としてキャッチアップしていることが非常にに危険視されてているポイントになっています何かその特別な特定の技術というよりもそれをこうつなぎ合わせて総合的な能力にしていくということの加速度ですね、うんうん。これ今4項項目目あって、はい、そののうちの1項目が 中国はアメリカ抜いてますけれども、はい、これが全部オセロのようにこれもこれもこれも中国が首位になりかねないね、はい、ということでしょうか、えっとまあ、これもそうなんですけれども、はい、加えて、まあ、こういったものを活用してですねやりどういうふうにデータを活用して実践環境を想定した、うん、運用するかっていうことが あの経験として必要になってくるわけなんですけれども、はい、やはりその中国の場合は10億人というです、ね、あの大きな人口を活用して、うん、ある意味ではあの、まあ、講談もちょっとご説明しますけれども、はい、まあいろんなその監視システムとかですね、まあ、いろんな形でそのデータを分析するところでこの実践能力を積み上げていっているというところが非常に大きな脅威になっているというところですね。はい、で実際 VTR にももありました中国、えー、の即位衛星北斗ですけれども、はい これ言い換えればアメリカの GPS のようなものですかそうです、ね。どちらが どううるんでしょうねあの今、ですね、ええ、個別の衛星そのものが何かあの中国の方が非常にすごいという構図になっているわけではなくて、はい、その打ち上げているペースがものすごいスピードで今、機数が増えているんですよ。はい、で、2020年にです、ね、35機になるというふうに言われているんですけれども、うん、実は、このことだけであの4、5機もう打ち上げていましてです、ねうん、ちょっとペースもどんどん加速している状況なんですね。うん、で実はこの 制度が何によって変わるかというと当然、この奇数全体もそうなんですけれども、はい、あの基地局というものを地上に配備する必要があるんですが、はい、中国は今、タイ、ミャンマータイ、ラオスブルネパキスタンですね、うん、そういった国々に対してこの米土をあの、まあ、低コストで使わせてあげるんで、うん、あので基地局をかしてくれないかと。 いうやり方をして例えばタイなんかはすでに200基、うん、基地局が置かれている状態なんですね。うん、で、まあ、トータルこれらの地域に対しても1000基を超える基地局の配備が済んでいるというふうにレポートなんかでもです、ね、言われ始めている状態ですね。うん、それれがすべて配備されると あのアメリカにとって何が中国の脅威となるんですかまずですね、ええ、あの今までは GPS しかなかったので、はい、各国が GPS というものを使わせてもらっていろんなインフラのまあ運用していくわざるをえないましてやその軍の展開もです、ね、GPS に頼ってますから不可欠だったわけなんですけれども、はい、これがもうベイドが 代替手段になるだろうっていうふうになってきますと当然あの、まあ、中国の衛星網もですね利用することを前提としたあの軍事戦略というものも考えられると、うん、今日たまたまあの日経新聞の方でもあの確かパキスタンに対する援助をあのアメリカ政府が見送るというような話されてましたけれどもまさしくあれに対してじゃあパキスタンというのは今すでにこのベイドの利用のまあ 枠組みに入ってきてますから、うん、まあ、この動きをより加速しかねない。うん、まあ、そういうその手段にもなっていくという、そういうその力関係をこう変えていくことになると思いますね。うん、実際具体的に、その北東も何ができるかなんですけどね。見ていきたいんですが。はい。あの、まあ、これちょっといきなり極端な絵でもあるんですけれども。ええ、これちょ,ちょっと説明して。ください、はい、<laughs> あの、今、米道はですね。こ、この米道だけではなくて。うん、あの。 AI の人工知能のプログラムを使った自動運転のプログラムを バイドゥという、まあ、これちょっとあの複雑なあのバイドゥというのはあの検索エンジン会社なんですけれどもなので、はいまあ、その会社と一緒にですねあのアポロという人工知能のプログラムを作ってるんですねでこのプログラムは何ができるかというと自動運転をこのプログラムを乗せることによってできてしまうんですよであるアメリカのベンチャー企業はこの人,、まあ、人工知能のプログラムを使ったところ3日間で 自動運転の車が走れたっていうまあ実際の映像をですね YouTube にもアップしてるような状況なんですねそうするとこの人工知能のプログラムっていうものはじゃあ何を見てるかというと自分の位置を見るときにこのベイドーが全てどこに どういう場所に何台車がいるというものをこうモニターしているという状況になっているのでこの自動運転のコントロールができてしまうというのがまず非常に大きなポイントです。うん、で加えて、まあ、これ、例えばです、ね、これから中国があの経済制裁的なことで気にされているポイントなんですけれども、うん、まあ例えばあの中国の外交の意向に、まあ、従わない方針を出されるとです、ねあのまあ、港の停泊命令が出され続けて、はい、その結果、えー、例えばあのフィリピンなんかは あの去年ですね、うん、あのまあバナナが大量に腐ってしまったとか。まあそういうふうなことがこ起こるわけですね。腐っ,腐って腐って腐りました。そですね。すあのこう止めることができる。そうですね。まあ例えば G. P. S. の信号で渋滞情報なんていうのはいくあようにでも。ここが渋滞しているというふうに言って行ってみたら、うん、実は渋滞してたりしなかったら現実もあるわけなんですけれども。はい、まあそういうことを使って、はい、ある企業もしくはある物流の特定の拠点をですね。はい、あのまあ圧力をかけるだけで、はい、まあいろんな形で企業。 のサプライチェーンに影響を出せると、うん、まあそういうことの手段にもなりかねないというのをですね。アメリカは非常に問題視してまして、うん、AI に載せられるのは北斗だけなんですか<や>そういえば GPS にもはい。 人工知能を載せようと思えば載せられる。えっとですね、この GPS そのものに載ってるんではなくて、このプログラム自体、人工知能のプログラムが読み込む関数にあのこの GPS の座標が入ってくるようになっているんですね。だからこっち側に載ってるんではなくて、このプログラムそのものに GPS を読み込んでこう動こうっていうそういう仕組みになっている中国のバイドゥがすごく有利になってしまうっいうことですね。はい。あの先ほどからバイあのバイドゥベイド？バイドゥ。バイドゥっ 北東の、これはベイドウっていう、あの、北東のことですね。で、バイドゥは中国の企業なんです。百度、バイドゥは。はい、わかりました。ベイドゥですね。はい、ビート。あ、すみません、北斗って言っていただけると、すごく。わかりました。すみません。わかりました。すみません。はい。はい。 で、あの、なんか、太田さんも気になりたいっていうふうに。要は、あれですよね。その中国としてシステムが完結しちゃうと。はい。いう、うん、そして、それに依存せざるを得ない状況に追い込まれることが危険だということですね。はい、そうですね。それで、はい、ね、思いつくのは、やっぱり一帯一路ですよね。はい。一帯一路で、こう、繋がっていくっていうのと、うん、なんか、まあ、重なれるような気がするんですよね。そうですね今、あの、この、まあ、人工衛星のネットワークに加えてですね。これプラス、今、中国はいろんなあの、港。 99年間借り上げるということもあのやり始めていますけれども、うん、あの港が実はあの無人で運航管理ができたりするようなクレーンのシステムとかですね、はい、あとは最近あの船もあの無人で動けるような開発もしてるんですね、うん、そうすると港湾管理能力をの高さをですね売りにしてどん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 その国にとっての効率的なインフラを提供していくと、うん、でさらにここが犯罪の入り口になるとまずいのであの彼らは監視カメラを大量にも あの国の中でもあの配置しているわけなんですけれども、うん、それとこの人工衛星が連動して犯人をこう追跡していけることによって、うん、その国の。 警察のサポートもできるとかですね、うん、まあそうなっていくとどんどんその治安、軍事いろんなものが中国のこうインフラの上に乗っていってしまうとかで合わせて今の,その決済システムもですね、うん、あの中国の仕組みを使えばいいとなるとすべてのこう人々の行動が把握できるということで依存度が高まっていく、うん、こういうい仕組みができで実際にアメリカの GPS などを使って、うん、まあ日本を含めその他の国々にもその恩恵を授かってですね 商業ベースで落とし込んでたり、えええー、してるわけですよね、ええ、ですから 中国がそういう、まあ、あの方を進めたとしてもはい、はい、それがアメリカにとって脅威になると、ええ、いうのは,これはあの基本的に今中国が一帯一路で進めている国々というのは、うん、これはアメリカの見方ですけれども、はい、まだその本当に民主化されるのか権威主義の国家運営システムを取るのかが揺れているという見方をしているんですね。うん、こここにに対してて権威主義型のの統治においてこのデジジタルテクノロジーを使うと 大変効果的にに統治ができるるという風になってくるとその権威主義型の政権がある意味ではまあ経済も伸ばして治安も安定させてこの政権ってやっぱり素晴らしいじゃないかという正当性をこう作っていけることになるとそうすると中国型の権威システムの陣営がこの経済成長センターの中で増えていくことにこのデジタルインフラが使われていく手段になることをです、ね、非常に問題視しているというそういう構図ですね。 そういう構想を描いて注目は実際に、はい、というふうふにアメリカは捉えているアメリカの GPS は、ねうん、電波勝手に使ってもいいですけどそこまでやってくれないですからね、うん、新興国の政権の狙いと中国狙いが重なっちゃってるってこと、うん そうですね。うん、1> 今一帯一路の勢いに乗せて北斗もじゃあ一緒にこういった途上国にこう振り分けられてくる危険性っていうの危険性っていうか可能性っていうのがある、はい、非常に高いと思います。で、あの中国がアメリカを凌駕する二つの技術先ほど先ほど少しあの 5G という話があましたが、顔認証、はい、これも。 そ,うですね、その顔認証技術のは先ほどあの少しお説明しましたように、はい、中国に監視カメラが世界で一番多く配置されていますから、うん、それでまあ分析した結果あの彼らはあるベンチャー企業がです、ねうん、世界で最も顔認証率の高いスコアを取っています、うん、まあなのであのもうアメリカからすると中国の顔認証力の方がまが高まっている部分もあるという前提でですね、うん、あの今、いろんなそのインフラの検討しているという状況です、ね。うん、先ほど警察がというお話し 今中国には犯罪予知システムの「天網」というものが存在しているというふうに言われてまして、まあ、ここであの犯人らしきまあ人がですね、はい、ある買い物を例えばすると例えばその後この監視カメラがずっと追いかけて、うん。 その監視カメラとこの人工衛星がつながってこ,、ねはい、こっちですねす監視カメラこっちですねこの監視カメラでこの人が、うん、あこっち行ったぞってなるとこの GPS がどうもそっち側に行ったらしいっていう風にこう、うん 警察のパトカーと犯罪予知システムにこう連携を取ることによってこの人がどの方向に向かったのかとかっていうものを全部追跡することができると、うん、でしかも、この方が過去にどういうものかってどういう行動をしたかによっては犯罪を起こすかもしれないからなるべく早めにパトカーがいた方がいいんじゃないかみたいなその仮説検証をビッグデータを使って10億人に対してやることによって学習能力を加速度的にまあ高めると。うんうん、でこの カメラとまあそのインフラを支える上での 5G 技術というものをですねあの積み上げてきているっていうそういう状況ですね。実際 5G についてもはい今中国があの 5G については一番技術を持っているというふうに言われています。はい運用実績がやっぱり世界で一番あるんですね。ええ、なので実はアメリカもですね今 5G のインフラへの移行を検討してるんですけれども、うん、その中で 中国製品中国企業の製品を使わない方向でやるべきじゃないかという意見がある一方でそれなしで本当にできるんだろうかという、まあ、議論がですね、うん、両方今、ぶつかり合って,るっているとういう状況ですね、うん、すみません、中国に見えないこう壁があるんですって <laughs>、はい あのグレート・ファイアウォールと言われている、はい、あの中国国内のインターネット網なんですけれども、はい、まあそれ自体がです、ね、中国の中でまあ完全にあの閉じた形で情報があのあ遮断されてしまっていると、うん、まあその中での,あのプロトコルに従わないとつなげていくことができないというあのインターネットのネットワークがあります。うんうん なので先ほどの顔認証も 5G にしてもその中でいろんな実証をやっているとでその中でいろんなその情報のやり取りをこう分析していくこともあの10億人のデータのやり取りに対してモニターしているのでものすごい量のトランザクションをです、ねはい、処理するためのまあ開発とかをまあこれまで相当積み上げてきているという状態ですねでドローンについて伺いたいですね。うん そうですね。ドローンはやっぱり世界がナンバー、世界ナンバーは中国企業ですからねうん、うん。あの、まあ、これを、あの、アメリカの、まあ、関係者と話してるとですね。はい、今のその、中国の、まあ、そのドローンの製品そのものが、何かものすごい先行しているかというと。うん、そういうふうな認識は、それほどまだ持っていないなというふうに思っています。はい、で、一方で、そういった、そのドローンなども組み合わせた戦略。うん 構想力とかオペレーション力ですねそういうことの,あの能力を相当いろいろ研究してるんじゃないかっていうことに対しての関心の方が高いなというふうに私は見てます。例え,うん、例えばですね まあ、ドローン自体を 3D プリンターで作り出すことができるんですね。でそうするとあの非常に低コストでこれあの作ることができるわけなんですけれども、まあ、あの最近アメリカなんかだと小型の,あの無人監視衛星をあのイラクのです、ね、戦場の現場で数千万円かけて作っていたものが 3D プリンターにすることによって数万円でできるようになったとっ言われてるんですね。うん、そううするとと今のののアメリカと中国の国防予算っていうのは まあ公表されている数字でいくと3倍ぐらいまだ開きがあるんですけれども 3D プリンター技術を使った製品とか武器をどういうふうに展開してそのまあいわゆる構想を作るかによってはですねその予算格差というものがある意味では相殺されていく可能性があるとそういうものが全然全く違うということが1つと 3D プリンターになることによって戦場そのもので あのいわゆる、まあ、飛行機なんかも作るっていうことをです、ね、例えば BAE システムイギリスの,あの軍事会社ですけれども、うん、そういうところは構想を出してるんですが、うん、そうすると平坦の在り方が全部変わわっていくわけなんですよ、ねうん、だから今あの空母がまだ1機しかないって言われてるものが。 一気だけれどもという前提に変わってってたりすするとかですね、うん、まあそういうところが 3D プリンターが出ることによってゲームチェンジが起こるんじゃないか、うん、そのゲームチェンジの仕方をサイバー攻撃と合わせてどういうふうにやってくるんだろうかということをです、ねうん、非常に危険視しているというのがあのアメリカの認識ですね、うん、空母の中などでも使うんですか最近ですね空母というのは当然あの海域に出ている時間が長ければ長いほど戦略展開能力が上がる ありますののでメンンテナンスたために、まあ、戻っていいるる時間とうのはななべく少ないく少したいと、まあ、だから結局そのメンテナンスを考慮すると3機ぐらいないとですねしっかりした展開ができないというふうに言われてるんですけれども今空母の,の中に 3D プリンターを置くことによって、まあ、パーツが壊れた時にですねものすごい部品点数がありますからそのパーツを 3D プリンターで作って供給することができてしまうと、まあ、機構が あの全然必要なくなってくると、まあそういうことが空母でも潜水艦でもできてくるということによって、うん、あの展開域が変わってくるということもあの核心的なポイントになってます。うん、ただねこれデジタルとこういった強権的な国家主義っていうのは相性がいいですよね。うん、ですから中国はやっぱ進んでいきますよ。はい、とアメリカはね警戒するのはわかるんですけれども、うん、どうすることができるんですかね。うん あの今そこは本当にあのアメリカも非常にですねあの検討しているポイントになってまして当然そういう意味でもだからこそデジタル技術がこれ以上中国にあ,のあまり普及をまあ自分たちがどんどん 能動的にやらない方向にしようということで、まあ、外資投資規制ということでシ p h i f u という外資投資規制を強化していて、うん、まあ今までと違って AI とか、うん、あるいはあのフィンテックとかです、ね、そういうものに対してまでの投資コントロールをし始めたりしています、うん、まなので当面はまずはその延命させていくために投資規制をかけていくということをより強くやっていいくと思ま今日はどうもありがとうございました。